やっぱなんか奥にね、やっぱ日本ワインらしさがやっぱあるんですよ。なんかこう優しさみたいなのが。ね、そこが違いますよね。熱弁を振るっておりますが、こちらは東京四ツ谷にある小さなワインバー、日本ワイン中村さんです。全国の、作り手さんたちが東京にやってきた時には訪れるというぐらい優秀な日本ワインの数々が揃っています。この日もお着物姿で私たちを出迎えてくれたこちらがオーナーの中村さんです。その日にサーブされる日本ワインそれぞれについて、生産者やブドウ品種、それから生産方法などを詳しく、とても分かりやすく説明してくれます。このようなおしゃれで落ち着いた和の雰囲気の中でいただく日本ワインの数々、お味はまた格別です。最初にいただいたのがこちらのブドウ品種を公開していないという北海道の平川ワイナリーのワインです。うわ、これすごい甘い香りもあるの。すっごくね、まろやか。酸味がすごいキビって効いてる、いい酸味が効いてるんですけど、このまろやかな、この口にふわーって広がる感じありますよね。なんかやっぱりあの香り、甘やかっていうか、すごく甘い香りがパーってしたのも手伝って、ちょっとお花っぽい華やかさとかもありますけど、そうですね、白いお花の印象ですとか、ね、この酸がきついだけっていうんじゃなくて、綺麗なんですよね。そうですね、優しいんですね。うん、そうですね、リースリンが入ってると思いましたね、私。はい、イメージもありますね。はい、うん、このね、なんかお花っぽさとちょっと蜂蜜みたいな、ハニーみたいな香りの甘い感じと、やっぱりこれ酸が効いてるの、リースリングが手伝ってるのありますよね。って思いますね。ベージュルーツとかちょっと入ってるのかなとか、この華やかな感じがですね。うん、酸はね、なんだろう、ね、何の酸かな、ケルナーなのか、蜂蜜っぽいやつは、例えばそのブドウの品種というよりは、ブドウに付着したその寄付菌の要素なのか、ヘミルツって蜂蜜要素というよりはちょっとライチとかソーリチの方じゃないですか。そうですね、そうですね、トロピカルフルーツ系ですね。北海道って寄付菌がつきやすいって言うんですね。やっぱり寄付菌がつくかつかないかで旨味の要素の方向も変わってくる。でも味はドライですよね。味はドライです。ね、ドライワインです。そうです。すごくね、いや、よくできたワインですね、これ。しっかりしてる。すごく上手に作る。上品だし、なんか優雅で、エレガント。そうですね、そうですね。本当そうですよね。すごい美味しいです。ブドウ品種を見ながら知って飲んでほしくないっていう、そのワインそのものを楽しんでもらいたいっていう。これはちょっとだけ色はさっきのよりはもっとゴールドかなっていう感じはするけど、そうする色から見るともうちょっと重いのかなっていう印象はありますけどね。でもやっぱ香りは控えめなんです。芝生じゃないでちょっとハーブ系っぽい、なんかちょっと葉っぱっぽいような感じもしますけど、とりあえず飲んでみる。あ、なるほど。おっしゃってた意味がわかります。なんか思ってたほど、こうなんかどっしりとかいうのでは全然なくて、香りより味の方が美味しいというか、そうですね。ちゃんとなんかキュッとね、なんかこう、フルーツも、なんかシトラス系のフルーツもありの、ちょっと、ストーンフルーツみたいな、ちょっとリンゴっぽさみたいなものがあるかな。むきゅってしてて、酸味もキリッと効いてて。リンゴのどっちかというと、青リンゴ。うん、青リンゴの感じですよね。なんか涼しいところの印象。でもちゃんと、これも余裕もちゃんとありますね、甘くて。
ね。うん。なんか食べ物も合わせやす、安そうな感じがする。なんか、うん。少しお寿司に合わせても自分になる。いや、本当にそう思います。なんか煮物とかでも全然いけそうな感じがするし、うんうんはい、なんかこう、例えばカブと、うん、鶏のひき肉のあんかけとか、へそういうものに いける合わせても、うん、ちょっと甘みがあるような。そうですね。うん、ちゃんとこう、中和してくれる。このピノノワールもまためちゃくちゃ優秀ですね。優秀なんですね。こうギュッと赤いフルーツがこう凝縮された感じで、すっごいバランスいいですね。バランスいいですね。ちょっとスパイシーな感じもするし、もうめちゃくちゃ香りが高いですよ。これもなんかパーッと華やかな香り、すごくいいピノノワールの味わいっていうか、うん、きちっとしたストラクチャーっていうんですか、その酸がねきちっと効いてて、でもタンニンがやっぱりピノノワールだからね、そんな優しくてね、そのけどしっかりした骨格を作るためのタンニンはあるけども、ね、そう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 、優しいですし、でそれがこう口の中に残るみたいなタンニンではなくて、ないですよね。こう綺麗に消えていくぐらいの程よい感じですね。程よいタンニンですよね。そうですね。口もすごい凝縮された感じです。めちゃくちゃ余裕も長いです。そう、タンニン長いです。長いですね。すごい綺麗に中心も本当に綺麗で、ね、大好きなんですよ。いや、すごい優秀ですね。にいやー、マジ、やっぱり来て、この日本ワインの、うん、優秀さを改めて、これは本当に全然世界に行けますよ。行けますよ。私、わかりました。やっぱこれ、その、なんていうんですか、その、ピノノワールとしてのね、その、構造とか、全然海外のにも負けてないけど、もちろんあるんですけど、やっぱなんか奥にね、やっぱ日本ワインらしさがやっぱあるんですよ。なんかこう、優しさみたいなのが。ね、そこが違いますよね。こう、フランスのブルゴーニュのピノノワールってやっぱもう完成度めちゃくちゃ高いですけど、もう、これだーみたいなのをしてきますけど、これやっぱね、奥に日本らしさがやっぱあるっていうのがポイントじゃないですかね。